全国高等学校選抜大会は高校スポーツ大会の一種である。全国高等学校体育連盟管轄の競技では選抜以外の名称を使用する場合もある。競技大会の大半は全国高等学校総合体育大会と異なり、毎年開催地が定められ、インターハイの約半年後となる春に開催される。原則として1.2年生が参加。 ただし、バスケットボールは12月、アイスホッケーは8月にそれぞれ開催され、これらは3年生も出場が可能。インターハイと差別化を図るために、マスコミとタイアップを組んだり、独自色を打ち出す競技も多く、中には、ジュニアオリンピックも兼ねて行われる競技や、総務省、文部科学省が打ち出す、スポーツ拠点づくり推進事業に基づいた、開催地で行う競技もいくつか存在する。 多くの場合先に始まっていた野球のように、出場校は、ブロック単位で、各競技連盟が決定しており、ラグビーのように、各ブロックの競合校以外の枠を設ける場合もある。一方で、バスケットボールのように、インターハイ同様都道府県単位で予選を実施する、競技も存在する。個人競技の場合、学校対抗は行わない場合が多い。 交代連管轄の競技では1970年度より大会の開催が認められるようになった。男子サッカーは1963年のインターハイ開始以降にインターハイを選手権とする見込みで、冬の選手権が交代連の管轄から外れたがそれを取りやめ、選抜大会を選手権とすることで、再び交代連の管轄となっている。その他にも選抜大会を名乗らなかった。 名乗らなくなった競技がある。一方、野球など交代連に参加していない競技やかつての、少林実験法のようなインターハイ不参加の競技にも、選抜大会が開催される場合もある。2014年度実施大会は、ジュニアオリンピックは、スポーツ拠点づくり推進事業。選抜を名乗る、大会選抜を名乗らない大会交代連管活外、大会、ありがとうございます。